さて、追っ始めるか。妖刀ざっくり丸のサビにしてくれるわ。すみません、私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。こんなとこで死ねるかよ。援護いける。ここで蹴りをつけておかねばならないようです。俺の全部でやり遂げるのみ。
すがに腕がしびれてきたぜ。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さんミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。いや、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。さて、追っ始めるか。で、また負けた。強くなる方法を教えてくれよ。内地へ絞って考えろ、自分で。お前そうやってきたんだろうが。今まで冷たいよな。その点エルフ次元流は手取り足取りマンツーマンで。お優しいことですね。もしよろしければ薪拾いに付き合ってもらえませんか？とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか。私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな、もう。なあ、すっとぼけたこと。その気がねえなら俺は行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。やっとあの時の面に戻った。あなたと行動を共にすることでファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならばこんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。ですがこれはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまったと。まあ個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですがもしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り一個人として
お相手させていただきます。気苦労の多いこったぜ。この感じ、こいつら人間じゃないぞ。ドロール一色あり。ファルネーゼ様、急げ、奴らが危ねえ。あらら、死ぬわね、あれは。このままだとねえ、どうするの。なんだよこいつ、見た目のしょぼさと全然違うじゃんか。静かに、ここに結界を張ります。誰だお前。魔法だ、魔法の儀式だ。魔法、それじゃまさか。おい、大丈夫か。うん、なんとか。あの子が魔法で、ってあれ、いない。何言ってんだ、ここは危険だ、抜けるぞ。トロールに魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。そういや、そうだね。どの口で言う。トロールに魔女、まさか使徒か。なんだここ、すげえ。マジでおとぎ話だぜ。なんだろう、この懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先。いや、何かが違う。Thank you.
戦中どうやって結界を抜けてきたのかしら。普通の人間は立ち入れないのに。なんだろう、あの二人、まるであの二人が歪みを引き寄せているよ。嘘だろ、こんなところで。とりあえず礼は言っとくぜ。お前さっきの。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。ようこそ礼二の館へ。弟子の非礼をお許しください。何分我が身を案じてのこと。私が当館の主フローラと申します。これが魔女？ほら魔女っていや、てっきりとんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしてもそれはあなた方の神に仕える者たち全ての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、お会いでき嬉しいわ。私はあなたたちをお待ちしていました。待っていた？あんた俺たちのことを知っているのか？楽院を知っている、まさか死と。いや、しかしこの感じはかすかに薄くが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽院のことを知っている？お告げがあったの、隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽院の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ？一体誰が？
その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど、トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの、人の目に触れることすら滅多にあるはずがないのです。あの化け物ども倒してこいって、自分でやっつければいいじゃん、魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。死期が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール家を生かせましょう。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。もちろん無償でお願いするつもりはありません。その烙印の呪力を弱める呉符をこしらえましょう。引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる、あれを。その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい、シール家。皆さんよろしくお願いします。あんた、こいつを知ってるか。ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリッ、隔離世の真相と宇都世を結ぶ鍵、五人の御使いを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その烙印、彼らが刻んだものね。復讐ですか。あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。何でもお見通しか。矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている。これはあなたの考えているような、何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇都世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべき者の手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる？お前のか。そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、ベッジの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド、奴らは一体何者なんだ。それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと、そして転生した彼らが隔離世の遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。おそらくその領域には人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。よしっと。出来上がりです。1日2日の間は烙印が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。
そちらの準備はできましたか？ピリピリするなこれ。何です、この軟膏は？魔女の軟膏といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇宙世の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態は全て、隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。はぁー、ティどう？あっ、サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつは生かすぜ。やれるはず。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。エレメンタルの加護を受けた魔法の剣、お世話になります。精霊さんたち、ザコどもを蹴散らす。通ったハムシのような影、これが風のエレメンタル、シルフェなのですね。
もっと低く、早く。力は信じるほど強くなる。勇姿をしっかりイメージ、イメージ。このまま俺がひねってやるぜ。Yeah.
ありがとうございます、精霊さんたち。なんだか答えてくれるような気がしますね。うまくいきましたね。それ、生贄の烙印ですね。お塩様から教わりました。その烙印を刻まれたものは断末魔までもが闇の者どもの供物になるのだと。あなたは運命さえ司るほどの天使や悪魔のごとき者に挑まれるおつもりですか？そうだな、いつか一発ぶん殴ってやんねえとな。馬鹿げてます。無知蒙昧というか。思いや感情は魔術にとっても欠かせないものよ。でも相手は宇宙の断りすら通じない超絶の存在なのですよ。人々を巻き込み魅了する巨大なオドの流れ、宇宙のいかなる刃も触れ得ぬ強運。たかあれは人の姿はしていても霊的にそう呼べるものではありません。宇宙において一人として並び得るもののない存在、まさしく絶対者です。あの者が黙示録に記された五番目の御使いが受肉した姿、闇の鷹なのだとしたら恐るべきことです。その鷹こそ彼に烙印を刻んだ張本人です。だったらなおさら。シール家、私たち魔術師は人よりも多少はこの世界に内在する諸力について知識を持ち合わせています。でもその知識ゆえに時には召しになっているのではなくって。どういうことですか？おっしゃっていることの意味がよくわかりません。奇跡然とした奇跡のみに心を奪われるのではなく、目の前にある事実にも目を凝らしてごらんなさい。彼はまだ生きているのですよ。運命に抗い生き抜いて、そして彼は出会った。レイジュの森の魔女フローラ一番の秘蔵っ子、シール家に。私にあの人に力を貸せと？それを決めるのはあなた自身。神は運命を与えたもうけれども、それを選択するのは人の子よ。私はそう信じています。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。Nigga, you can't stop bouncing.